はい、おはようございます。マスアートです。今日は2020年3月の28ですね。はい、土曜日ですね。今日の御言葉に対します。箴言31章の25節。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。箴言31章25節。これは理想的な妻の姿を述べた言葉です。ここには家族や隣人を支える力、身に備わった気品、穏やかな微笑み、将来に希望を抱く信仰が挙げられています。しかし、妻だけがこうであれば良いのでしょうか？いいえ、私たちそれぞれがこうあることが家庭や社会を幸いにするのです。今日の祈り、私たちが良い夫であり、妻であり、子供であり、周りの人に喜ばれる家族にしてください。今日の素敵な御言葉のカードでした。はい、それと裏のコメント欄です。はい、マスアートです。ではお祈りいたします。天の父なる神様、週末となりましたけど、今日も一日、主と共に歩むものとなさせてください。この祈りを私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、マスアートです。まだ天気が悪いですね。今日も一日、体に健康に留意して頑張っていきましょう。はい、また明日お会いいたしましょう。主やげん、Let's passion please you。 はい、また明日お会いいたしましょう。失礼しました。